コザの裏側、魅力あふれる沖縄市コザを紹介します。コザの裏側、定番からディープなところまで地域のみんなもひっくるめて楽しくお届けしますよ。とにかく見ればわかります。コザに遊びに来たくなっちゃうよ。コザの裏側、宮島真一です。ニクトリーです。はい、というわけでございまして、もうご覧いただいた通りですね、はい、B リーグについて今日はバスケットについてね、キングスについてね、いいね、そしてオールスターゲームについてね、イエーイ、なんとすごいですね、ここ沖縄市で、はい、1月14、はい、15に B リーグのオールスターゲームが開催されるわけですよ。そうなんですよ、我が町が誇る沖縄アリーナで、はい、はあ、もうデージうっさしてるよ、うっさしてるよね、うっさしてるよ。だってあの選手とあの選手とあの選手とか来るかもしれないでしょ。そういうことですね。シヤバシヤバ、いやもうほんとみんなこんな感じになってるはずですよ。やばいだろ、ね、もうやばい。だってもうすぐだよ、1月14、15なんて絶対小座に泊まるんじゃない、じゃあこの人たち。というわけで今なんて言いました、小座に泊まるでしょ。泊まるでしょ、うん、そうホテオホテオ特集です沸騰しておりますけれども、いやテンション上がるでしょう。はい、そうなんですよ。だからこのテンションをもうなんていうの、一周だけで収まらないので、うん、4週連続でこのオールスターについてのこうインフォメーションをバンバン届けていこうと。いいですね。さあ今回第1週目はね、ホテル、はい、ホテル ね、 ね、これオールスターゲーム見に行く方って地元の方がどうやら6割ぐらいが地元の方もやっぱ多いっていうんで、やっぱこう県内の方でもさ、だからこう GoTo 近所ってやっぱり僕は強く言いたいわけよ。そうそうそう、だから那覇の人、うん、泊まろ、そう小座に、ね、沖縄市に泊まろ、泊まって、うん、どこ泊まろうかな、どこがいいかなっていうことで、はい、沖縄アリーナの公式ホームページには、うんうん、この周辺のホテルの情報がブワーッと入ってます。なるほど、うん、まあでも今さっと見た感じだと、うん、地図と、地図とあれ、名前と下手なん名前とみたいな感じでバーって載ってるだけなんですよ。はい、小座裏はそこじゃないんですよね、うん、そうじゃないですよ。このホテルがどういうホテルなのかっていうのは、まあ、小座裏で今まで特集したことがあるホテルを中心に、はい、ちょっとご紹介していきたいと思いますが、はい、まず見てもらいましょうかね。あそこ行ったな、あそこ行ったな、どうぞどうぞ。にゃん、さあ中村さん、今日よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。中村さんはどういうお仕事になるんですか。はい、私は沖縄グランメルリゾートのコンシェルジュを、はい、私たちコンシェルジュでは各種のツアーチケットの販売やマリンアクティビティ、うん、観光ツアーなどの問い合わせを主に、あ、じゃあここにあの宿泊されるお客様にどんな遊びがあるのって聞かれたらそれに答えるっていう、はい、さようでございます。さようでございますか。さようでございます。さあ始まりますよ。グランメールリゾートで対決でございます。ベッドメイキング対決よろしくお願いします。若手のね、お二人と。で、まあ、二人でやらないといけないから。あなたね。しげ。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。OK、勝負しましょう。Here we go! よーい、スタート クラウンホテルですよ。一番ね、カデナのあのベースのゲート2のね、すぐ近くです。メンソーレ、メンソーレ、ありがとうございますお母さん、僕のこと覚えてます？はい、宮島くんです。あ、嬉しいな、ありがとうございます。おじさんになったわね。おじさんになったくつろげるな、これ。まず、あの、すべてダブルベッド。あ、すべてダブルベッド、はい、あの、創業してな、もう何年目ぐらいになるんですか？約40年余ると思います。40年か、はい、そうかそうか。そしたらその間にいろんな歴史があったと思うんですけども、もともとこのぐらいの大きさではなかったんですよね。そうですね、ちっちゃく始めて、うん、あの2次室ぐらいから始めて、うん、もう今は約その3倍ぐらいに成長し続けています。すごいなあ、明るくて広いですね。はい、なるほどなるほど、広めのお部屋になってます。ヨハさん、どうですかこのホテルは。まあ、結構シティホテルとしては、はい、小座では結構早い時期からやってましたよね。そうですね、うん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 、客層的にはどんなですか、うん、観光客、ビジネスの方が多いですね。ビジネス関係が多いんですね。はい、うん、あったね。ありましたね。行きました行きました。例えば、まあ、リゾートホテル的なことがあったり、ね、確かに沖縄市にもあるんですよと。あります、うん、あと、まあ、
シティホテル、はい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 、ね、あとねこれちょっとねあのコザのね、まあ、商店街の人それ以外の方もちょっと業務連絡的なことなんだけど、うん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 、あの1月の14、15に照準を合わせて準備しとけよ。あ、そうね、確かに受け入れる体制もこちらが整っていないと、そうそうそう、ね、こう県内、うん、県外、そして海外からももしかしたら来てくれるかもしれないでしょ、うん、そういうお客様をこうこちらが受け入れる体制を整えておかないともう意味がないさ、ね、うん、そう、だから沖縄市の人が今日何やってんのって当日言ったらアギジャビオラララ、話にならないんですね、これね、はい、一人ずつ並びなさい、名簿さするよ、はい、みたいな、今日なんで混んでるのとか、アギジャビオラバスケットって何ねん、さすがにそれはないんじゃない。人が来ないのを人のせいにするなよって言いたいわけです、うんうんうん、まあまあそうですね、やっとる、うん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 、やっとるぞと、うん、でそれ一緒に盛り上げようって、じゃあそういうことですよ、うん、はい、以上業務連絡でした。ここね、新しくうちの会員に入っていただきました、はいはい、およホテルピアグンリゾートラナイリゾートですね、はい、これを今日沖縄市観光、これごめんなさいごめんなさい、沖縄市観光物産振興協会の人がここに来て大丈夫なんですこういうホテル、なんかゴボゴボしちゃうんだけど、もともとそのね、ね、ラブなホテル、ね、はい、ですよね、だって僕夜のキーマンなんで。このドアは、これはこのドアが実はまたまあミントハウスの時のも生かしながらということで、直接上に駐車しまってるので直接ね、名残がありました、階段が、階段があって、あ、なるほどね、じゃあこの真上っていうのはもうそのまま車が止まっています。あ、そうなんだ、駐車場、はい、チェックインしてから車からまた連泊されてる方直で、ここからもう行って、はい、来ていただいて、超楽、超楽、うん、いいじゃん、回ってこう行くっていうのがほとんどないです、ね、なるほど、最高、はい、そうなんです、でもう一部屋、もう一部屋で、もう一つが隣、あ、もうほら、もう空いてる、何、超楽しいんだけど探検してるみたい、そうなんです、おー、あ、またここもまたちょっとまた雰囲気も ね少し作りを変えながら、あ、いいじゃないですか、基本的にはもう広さとベッド数も一緒で、へ、うん、ゴヤソです。ダダン。いるかな。これいるかな。確かヒデさんですね。もう古民家、うんうん、そのまま使ってというのは少ないと思いますね。うん、ちょっと早速、はい、普通の沖縄のお家。そうですね、あちらは仏壇側ですね。あ、はい、こちらが、はい、こちら一番座になりますね。一番座。はい、あ、やっぱり泡盛ありますね。そうですね。ホテルで言ったらロイヤルスイートルーム。最高。ここのコンセプトはなんと安心安全快適そしておもてなしだそうですよ。硬い枕と、いや、柔らかい枕がございます。あ、なるほどね、はい、いくつかでそれ選べるわけだね、はい、ついに。でここの景色が、なるほど、ゴヤの景色が見えますね、はい、女性のフロアがあると、はい、何階にあるの？わかりません。今日は別にいいじゃない、教えてくれても。僕は分かりません。分かんないの？はい。え、誰が分かるのじゃ。社員が分かります。ここは一番街の通りでございますね。なんとここにまた一つ宿ができているということなんですね。アーケードリゾート沖縄アロ、レッツゴー。お邪魔します。はい、ここ建物2階にやってきましたけれども、はい、ここに部屋があるわけね、まず。そうですね、2階の方は団体様専用という形で、うんうん、2階が、あ、2階が団体なのね。そうですね、団体様専用という形で部屋貸しという形。ああ、じゃ あ,、まあゲストハウス的な。そうですね。ああ、なるほどね。団体様って言ってもさ、何名ぐらいまで行けるの？5名部屋と7名部屋、うん、さあ、徒歩で2、3、4、5、20ぐらいではもう着いちゃいました。はい、プレイヤーズカフェから徒歩2、30歩で、ここキャバレーじゃん。違います。違うの？違うんです。ホテルにしちゃったわけ？ホテルにしちゃいました。ほう、あれ面白いね。これ多分初めて入ってきた人はみんなちょっと笑うでしょ。笑いますね。これ笑うよね、はい、だってまず目につくのがこのね、古びた感じ。 そして何、ゲームもあるしね。もともと残ってるところって、例えばあのカウンターのこのスポットっていうのは照明、ね、はい、かわいいですよね。かわいいよね、これそのままあったんだ。そのままです。これは照明でいったらこのシャンデリア、これもあの町の電気屋さんからもうデッドストックのやつを購入して、はい、まあ、ちょっと変わったね、小座らしいっていうホテルもね、はい、いろいろあるんですよ。あるんじゃないですか。はい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 、それがまた、
民宿的な古民家であったりとか、うん、何リフォームした、うん、何アバンギャルドな感じ、いやすごいよねとかここはどこみたいな、そうそう、うんうん、まさかこんな道に階段を登るとこんな部屋がとかさ、うんうん、ここがそうそう、うん、でこう想像をこうちょっとかきたてられちゃうみたいなさ、ね、元〇〇がみたいな、そう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 その辺のこうキャパシティの広さというか、うん、そうそう、小座らしいなと思うので、うん、こういう小座に触れたいという方はぜひこうあのこのね、うん、小座っぽいこういう、ホテルを選んでほしいなと思いますけどね。そうそう、だからこれからね県内の方も県外の方ももちろん海外の方もね、はい、小座ってどんな街、そこでオールスターゲームが行われる、せっかくだったら小座の街を知ってみよう。いやそう、あのね空港が近いよ確かに那覇は、うん、分かります、だけど沖縄市に泊まろう、うん、ゲームが終わってそのままのテンションで部屋に戻ってさ、うん、そうそうそう、一回泊まろう、一回泊まろう、分かるから。新しいのできてるね、またまたできました。ミュージックホテル小座 by コルディオプレミア、もう本当にみんないろんなアプローチで、うん、やっぱ小座に、まあ、シティホテルもねたくさんありましたけど、うん、まあそれのみならず、はい、いろんなコンセプトでいろいろ考えて、うん、小座らしいホテルみたいな感じで皆さん増えていくのね。ですね、だからこれがアリーナができたことによってさらに増えてきてると思うし、あのこのミュージックホテル小座がある通りのグランド通りとかにももう一つまた新しくリニューアルしてるホテルとかもあったよ。ああそう、うんうん、だって立地的にいいもんね、うん、いいよ、だってあっちから全然歩いていけるからね、歩いてる余裕余裕余裕、アリーナまで歩いていけるからね、すごい。いや、 やっぱ泊まった方がいいと思いますよ、沖縄市にこんなにたくさんいろんなホテルがありますから、うんうん、あなたの好みのホテルに絶対出会えます、会えますね、ぜひ、はい、はい、まずはじゃあ沖縄アリーナのホームページでホテルの情報たくさんありますので、うん、はい、それもチェックしつつ、はい、小座の裏側のねアーカイブなんかにもありますんで、はい、はい、見てみてください。オールスターゲームは1月14日と15日です、です、楽しみ、あーそう楽しみ。ラリーバードです、ほらね、いやバスケットだからさ、うん、一応あのいやなんかもうちょっとこう、ね、そっかちょっとね、クーリーぐらい言ってくれた方が、ジャッククーリー遅いね、もうね、いや、クーリーもね、はい、そうですよ、いや何よりも何よりも何よりも我が、はい、琉球ゴールデンキングスから2選手が日本代表候補に選ばれてますから、はい、今この時点でね、はい、うん、岸本選手と今村選手が、はい、すごいですね、はい、もう私は感動したよ、あなたは本当好きよね、本当嬉しいスターだって。ちょっとアリーナ行ったことある？ない。これあの僕実はこの間コンサートで初体験しちゃった、僕あのヨーヨーマさんの裏切ったいやないないよね、あの一連の下りがあったじゃん。そうでしたね、あのごめんなさい、あの行っちゃいましてでも、ね、心配しないで、心配しないで、うん、こ行くって、ん、うん、何どういうこと、あまだ言えないの、未定は言ってるのどういうこと、そのうちあのあるあるよそりゃ、まあまあまあ分かってます、うん、なんならお前自分で行けよっていう声もね、うん、ありますけどもね、ありますけどそりゃそうですよ、はい、まあまあまあでも本当、いや、あ、そう言ったのどうだった、 すごかった、なんか、こんなのがこの小座沖縄市にできちゃったのねっていう、うん、触れた瞬間にね、こんな宝物をまたみんなで盛り上げないともったいないぞっていうのと、そうだ、ね、これから何ができるんだろうって妄想よ頭の中で、もうマドンナ来ねえかなとか、あでもそうなるよね U2 とか来ねえかなとかね、うん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 、国内アーティストももちろんそうだけど、はい、ね、でもやっぱりちょっと一旦海外のねアーティストを考えない、考えるよとかさ、ワクワクした、とにかく、はい、うちなんちのさアーティストのライブも見てみたいしさ、そうだね、アーティストのライブだけじゃなくていろいろ可能性はあるわけでしょ、あるわけですよ、すごいね、なんかもう楽しいことしかないんじゃない、そうだと思います、ね、それをみんなで応援して作るわけですね、盛り上げていきたいな本当に、ね、うんうん、ムードっていうのはねみんなで作ろうぜ、ね、でこういうのって意外と連鎖するから、そうだよ、うん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 、そうそうそう、ね、相乗効果でいろいろあるんで、さっきもありましたけど、うん、はい、やっぱりこうみんなで盛り上げようっていう気持ちと、うん、あの
動いていかないと。そうです、そうです、はい、うん、何も始まらないし、そう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 、はい、何も続かないんですよね。うん、みんなでもうこれ以上言わすなっていうね、うん、はい盛り上がっていくよ、しっかり、うん、そうですね、うん、今何が起こっているのかっていうものをね、そうそうそう、ちゃんとこう見ながら、うん、いやーしかし楽しみだな。小僧の裏が見てる人は大丈夫だよ。小僧の裏が見てる人は大丈夫だね。あ、そっか、見てる人にうちらが散々浴びても全然だよ、うんうん、どうする。だから見てる人は、そうそう、あ、じゃあ皆さん今見てもらった人はじゃあそれを受け取ったと思うので、うネズミ残式に今日炎上系ですねどうしたんですか。宮島でした。ピャー Okay, this is...